まず最初に、吉野の方から前半説明させていただきます。まずお断りとして、今回の発表に関しては、報告者ら、個人の見解なので、所属する組織に基づくものではありませんというのを一応断りさせていただきます。なんか変なこと喋っちゃいそうなんで、今のうちに言っておきました。はい、可能性高いです、今回。で、前半として、僕の方でちょっと前座として、なんか、大したこと、お二人されないことで喋らせていただいて、で、後半で、山田さんの方でしっかりとした研究テーマを紹介させていただきたいと思います。なんで、まず前半からいきます。で、今回、お話をいただいた際に、その暗号と数学の高度の発展みたいな話があったので、僕、あんまり数学やってないので、暗号のところを考えてみると、この21世紀に入ってから、まあ、基本的に暗号というのは、まあ、数学の力を借りながら、ある意味、その計算機、コンピューターのリソースの成長とともに、一緒に暗号の研究も進展してきたな、かなり相関するところが高いかなと思っています。で、まあ、計算機がリソース進化して、IT でできることが出てきて、IT っていうのは、たくさんの情報処理を計算機上でこなすものなんですけれど、で、一方で最近、僕たちが今コロナから苦しんでいるときのように、日本ってすごいデジタル化が遅れてるっていうのがはっきりとして分かってきて、で、デジタル化が遅れると、そのアナログ的なことがあって、IT 化できなくなっていて、結局 IT でできる範囲の部分が減ってしまう。そうすると暗号の活躍の部分も減っちゃうので、なるべくデジタル化の部分を頑張って、IT 化頑張って、暗号も活躍できるといいよねっていうふうに考えました。なんで、まず現状、日本のデジタル化はどうなってるのかっていう、割と下っ端のやるようなことをちょっと報告したいと思います。で、日本の、まず日本政府ですね。まあ、DX をどういうふうに図ってるかって話で、もう政府が言うには、システムにおいて、最初はもうクラウドだけを考えてください。個別に、の組織が個別のシステムを勝手に構築するんじゃなくて、もうクラウドシフト、クラウドファースト、クラウドだけを考えてください。で、その代わり、クラウドを管理するベンダーには、日本政府、あるいはヨーロッパ、中国などが、各国で、法律とか規制とか罰金とか、そういったものを使って、激しく、厳しく管理します。で、その代わりクラウドを作ってください。で、最近デジタル庁が、日本の中のデジタル化を推進する省庁の一つ、強い省庁としてデジタル庁があるんですけど、このデジタル庁が政府用のクラウド、政府クラウドというものの要件を出しました。要件に関しては350個ぐらい、むちゃくちゃ数いっぱいあるんですけど、で、この要件を満たす会社というのを公募して、で、実際2021年の段階で、それを満たしたベンダーというのは Amazon と Google。で、2022年はこの2社に比べ、加えて、マイクロソフトとオラクルだったという記述です。で、シリーズとしてアメリカの大手ベンダーだけが残って、実際この要件を出されてから、日本のベンダーは一社も応募できなかったという悲しい現実があります。私たちも NEC も無理でした。はい。というのがあって、で、ちょっと悲しいなと思って、なんでかというと、この政府クラウドが入っていくと、この政府クラウドでどんどん統合されて、最終的には自治体の方にもこっちが統合した感じになるんですよ。そうすると、結果的に日本人の僕たちのデータっていうのは、全部アメリカのクラウドにありますよ。まあ、日本法人ですけど、アメリカの企業がやってるクラウドにありますよっていうので、ちょっと寂しいなと思いました。で、まあ、なんでこんなことになっちゃったかなと思って、少し真剣に、日本におけるデジタル競争力ってどんなものなんだろうっていうのを、試しに調べてみました。で、スイスの IMD と呼ばれる組織が、国際経営戦略研究所かな、が出してるところなんですけど、一つのランキング、ここですね、この総合順位が分かるにあたって、それを知識と技術と、未来展望みたいな形で3つのファクターに分けて、それぞれのファクターをさらに3つのサブセクターに分けて、でその1つのセクターをさらに6つの小項目に分けるっていうことをやって、その小項目ごとに点数、スコアをつけていって、そのスコアの各総合点を合計して、最後のランキングを測るというものがあるんです。で、それを見て、日本は何位だったかというと、まあ、知識の部分で22位。技術の部分で26位。で、未来展望26位。で、総合はちょっと下がって27位という順位でした。で、27位ってどの辺のものなんだろう。63国が参加しているところなんで、例えば2020年だと1位がアメリカ、2位がシンガポール、
3位デンマーク、4位スウェーデン、この辺、まあ、変わりますよね。ちょっと香港が入ったのは国と地域というものなんで、香港も入ってくるんですけど、まあ、納得ができる順位かなと。で、日本は27位なので、26位のマレーシアと28位のルクセンブルク、ここに挟まれている順位に当たります。マレーシアの人口が3000万人で、約、ルクセンブルクの人口が63万人。で、日本の人口は1億円に超えてるわけなんで、もうちょっと頑張れよと正直思うわけです。で、これ2000年の順位だったので、まあ、コロナ禍が影響したのかな。それでちょっと順位下げたのかなと思って、その歴史を振り返ってみると、日本は、2020年、27年ですけど、2013年の開始以来、着実に順位を下げていまして、で、2022年現在が29位と、着実に順位を下げています。こういった状況にあります。で、こういった話は、吉野が勝手に言ってるわけではなくて、総務省が出す情報通信白書というところの序章のところで、この話が参照されています。つまり、日本のデジタル競争力が年々順位を下げているということは、日本政府も問題視していて、なんで次の戦略を打っていこうという話になります。で、なんか日本政府がやるデータ戦略みたいなのがあるんですけど、まあ、正直、今回、資料を英語化しろって話で、もともとの文献がその総務省とかデータ庁なんで、日本、英語化するのしんどかったんで、探してきたら、ちょっと古いデータが見つかりました。で、まあ、言いたいことは、そのデータ管理とか、あるいはデータリンケージ、データをつなぐこと、そういったデータを重視して、で、それを使ってデータで何か新しい価値を生み出そうと、要はデータ重視の戦略をこれから出しています。で、ちょっと資料古いのあれなんですけど、これに伴って、このセキュリティというのが全体、全体です。にまたがった大事な話だよっていうふうに書かれていました。というわけで、これからデータが大事なんだよって話をしていくわけなんですが、特にここでデータを、データで新しい価値を生み出すに伴って、どんなことが必要なのかという原則みたいなものを政府が出してくれています。で、政府のそのデータの活用原則が1番、2番、3番とあって、で、1番が平たく言うと、つながる、使える。データはつながって使えるようなわけじゃない。いつでもどんどん解けるも好きなように使わなきゃいけない。で、2番目が、我々セキュリティ系の研究者にとっては美味しい話かもしれないですけど、データは勝手に使われちゃダメだよ。ちゃんと許可を与えて、安心して使えるのがダメだよ。で、その中で、これ赤字で参照していますが、プライバシー保護とかセキュリティ、インテグリティトラスト、こういった感じの我々暗号研究者、セキュリティ研究者にはとても近い用語がここに書かれています。で、3つ目は、みんなで一緒にやろうねっていうことが書かれています。なんで、もちろん1、2、3があるわけで、2番が特に我々セキュリティ研究者が近い話かなと思います。なんで、ここでは暗号っていうのは とても貢献できるかなと思っています。で、2番に関して、じゃあどんな感じで使えるんだろうっていうのをもう少しちょっと考えると、まあ、基本的に今クラウドファーストなんで、データはクラウドに預けますよと言ってるわけですね。でもこのクラウドからデータが漏洩したり、勝手に管理者が見られたり、勝手に成果が覗いたりっていうのは全くもっとよろしくないわけで、そのためにはデータをしっかりと守らなきゃいけない。しかも自分たちの手で守らなきゃいけない。という形でデータを管理するこのミドルウェアというところが大事になってきます。クラウドサービスの話をイヤース、パースサードと簡単に3つに分類されていますが、その各自を説明すると、要はイヤースっていうのは物理層、ネットワークハードウェアを出すサービス。パーズはもうちょっとおしゃれなソフトウェアとして OS とかミドルウェアを出すところ。パーズはアプリケーションを含めて全部カバーしますよっていうところです。で、今回ミドルウェアが大事だよという話が分かったので、我々暗号研究者としてはこのミドルウェアの中のデータベース、データ管理するデータ、これを自身の手で暗号化して処理するようにしていきたいわけです。で、この辺は標準的な技術を使いまして、で、オープン、OS に関しては、まあ、OS 自身が動かすためのファイルのないシステムなんで、機密なデータは入っていないと考えて、ここは無視して、3番のこの部分が大事かなと。で、こういったミドルウェア、データベースを暗号化するプロジェクトというのは、すでにもう随分前からやられていて、まあ、ドイツの SAP だったり、アメリカの Google や Microsoft などの大手の企業、プロジェクトを立て上げていたり、あるいはいくつかの、ベンチャーがやっているわけです。こういうのに乗っていきたいと。で、じゃあ実際にどういうふうに動くのって話で、すみません、上の方の細かい文字はでも無視していただいて、
真ん中の絵に着目してほしいわけなんですが、平たい動きとしてはデータを持っている人が自分の鍵でデータ持っているデータを暗号化してクラウドに預けます。でこの暗号化してあるクラウドデータベースは暗号化されているので、鍵を持っている管理者も保護してくる保護者も中身のデータ見えないと安全だよね。でもこのデータベースに関しては検索だったり簡単な演算だったら動くよ。で必要だったらプライバシー保護をした上でユーザーに返してあげて、ユーザーが複合すると所望の結果が手に入りますと、こんな流れになっているわけです。でこういうデータベースがあると安全なわけで、データは安全なわけです。でここから自分の会社の宣伝になりますが、そういった機能は検索可能暗号として研究するから研究されていて、機能としては暗号化と暗号化したまま検索ができること、それから僕たちが開発したものというものは基本的に高速も高速です。平分並みとは言わないですけど、平分に匹敵するぐらいの高速性を持っています。で特別な、機能としては、データベース専用に設計したので、もともとの標準機能として複合を持っていること、それから、データのサイズをなるべく小さく作ったことが特徴です。はい、なんか必要な部分、モジュールに関してはとても軽量なものを作りましたというだろうなって、このページを飛ばしたいと思います。で、そうだ。で、ちょっと話が長くなったので、少し、気楽に見ていただくために、デモを紹介したいと思います。1万人のデータベース、1万人規模ので、1万人のユーザーがいるデータをクラウドに載っけた場合に、暗号化したまま検索するというだけのデモです。検索として、ユーザーは、鍵を設定して、で、なんかキーワードを検索します。例えば名前で、佐藤さん。佐藤さんっていっぱいいそうですよね。で、これで検索をすると、当然だけど、クラウドに暗号化したクエリーが飛んできて、結果としてレコードが取り出されるという状態なわけです。で、佐藤太郎さんに関係するデータベースが取れました。で、当然ですけど、これを一回閉じて、もう一度検索すると。先ほどと、よいしょ。そうすると同じ結果が返ってくると。中のサーバーにはどういうふうに見えているかというと、検索するキーワードというのは毎回違って見えて、検索に該当したものはこれとこれが、これですね。この1番と9393というのがここにヒットしたよというふうに見えているわけです。こんな感じで管理者からは、データが乱数のように見えているので、安全だよねということを実感してもらうためにちょっとデモを紹介しました。はい、話を戻します。はい。で、じゃあ実際に、こういうデモは分かったんだけど、実際に研究ってどうなってんのって話なんですけど、僕たちはその高速性というのがすごく重要だと、事業上重要だと思っているので、特に共通関係の検索可能に着目して研究をしています。で、ざっとした簡単な、引き取りなんですけど、2000年に、この孫さんという方、が、最初の検索可能暗号、共通鍵ベースの検索可能暗号を提案して以来、2006年に今、アメリカのブラウンダイにいらっしゃる、当時マイクロソフトにいた、川玉さん違いますね。その時の学生ですね。川玉さんが、検索可能暗号の最初の定義、どういった関数で構成されるかとか、そういった定義をしました。で、2012年に日本の黒沢先生が、SSE に関する、セキュリティの高い UC セキュリティというものを、までちゃんと提案して証明して、で同じ2012年に、こっちの方ですね、ブラウン大の川田村さんの先生ですが、これまで検索しかできなかった検索可能暗号を、いやいや、検索だけじゃなくて、データってクラウドを使ってるんだったら、登録もするし、削除もするし、更新もするでしょっていうことをちゃんとモデルとして定義して、でそれ以降、データに関するプライバシーだとか、そういったセキュリティモデルを提案して、それを満たすような手法がいろいろと提案されてきているというのが現実、今現在です。で、僕たちはその共通鍵をベースに注目しているわけなんですけど、公開鍵も同じような形で、多少影響を受けながら研究を進めていて、で、共通鍵ベースと公開鍵ベースは結構面白い話で、これで安全性だけは挙げましたけど、機能とかスピードとかいろんなところに着目するところがあるので、もしご興味ありましたら、明日の3時から4時20分の間に、渡辺洋平さんが最近の進歩に関する検索可能暗号の最近の進歩、こちらを発表しますので、ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、勝手に人の発表を参照するとしました。期待します。
はい。はい、じゃあ話戻します。で、弊社の方で、検索可能じゃん、製品化して、実際に世の中に使ってるんですけど、今公開できる情報っていうのはあんまりないんですけど、会社なんで、一応お客さんとして紹介できるところはいくつかあるみたいで、さっきホームページ見てたら、国立神経医療研究センターとか、あと東京大学の病院、医学部病院、あとは、地銀で 2番目ぐらいの大きい千葉銀行などに使っていただいています。はい。で、どんな感じでサービスを構成したのっていうことなんですけど、もちろん、基本的に検索可能語だけなんですけど、まず最初にデータを使ってもらうユーザーに同意をしてもらいます。これがとても大事です、法律的に。で、同意をした上でデータを預けてもらいます。で、預ける直前にデータを分類します。ここで危なっかしいデータ、センシティブなデータと危なくないデータ、2つのデータに分類して、危なっかしいデータ、センシティブなデータは検索可能暗号で暗号化して管理します。で、法律的には検索可能暗号で暗号化しようが、なんで暗号化しようが、個人情報は個人情報なんですけれど、まあでも、個人情報は安全に管理しようねって安全管理措置の立て付けがあるので、ここでは、安全に管理しますという立て付けで預かってて、さらに言うと、クラウドの中で非対称も鍵持ってないから見えないですというふうに言っています。それで安全性を担保して、で、それ以外のデータに関しては、加盟化も含めて基本的に平分で預かっていきます。で、あとは権利を持っている人に鍵を渡して、全部見れる人と、この部分しか見えない人というふうに分類して、サービスをしています。まあ、平たく言うと、データのお預かりサービスなんですけれど、これで、やっていただいています。で、1分ぐらい、これって音出るんでしたっけ？あ、やっぱ音出ないですね。これ、音出す方法ないですか？うん。なるほど。この品、そうですね。はい。じゃあやめます。まあ、YouTube 上でこういったデモみたいなものもやっています。はい。よいしょ。よし。はい。で、ここまでで大体今の現状の話をしてきたので、これからは今後どういうふうに向かっていくかっていう話を、研究っぽい話を少しずつ紹介したいと思います。で、先ほど持ち上げたデータの活用原則の1番と3番、さっき2番ありましたけど、1番と3番ですけど、つながる、いつでも使える、あるいは一緒に使おうって話がありました。で、これどういう意味なんだろうっていうのを解釈するために、やはり同じように絵を使って考えると、これまでのシステムっていうのを左側に書いたときに、データをいかに安全に管理したとしても、左側の方のように、各組織で独自のシステム、各組織で独自の仕様、比較データ、があると、そのデータを持っていたとしても、そのお互いに融通ができなくて、持っているデータも違うし、集めているデータも違うし、例えば僕がこっちのデータ、ある組織 A に渡したデータと B に渡したデータは全然リンクができないので使い物にならない。という形で、実際問題、ほとんどのシステムというのはデータが独自管理されていて、その結果、必要な十分なデータ量がなく、十分データ品質がなくて、分析もできないから、楽な結果が出てないというのは現実じゃないかなと思います。で、今後目指すべきは、我々目指すべきところは、各組織で集めたようなデータをお互いにリンクできるような形で共有し合って、で、その結果使えるデータを集めて、で、分析をして、大きな話では社会問題を解決するという話が今後大事になってくるのかなという気がいたします。で、どんな問題を解決できるのって話、ここではただの例なんですけれど、まあ、こんな夢がありますという形です。例えば、製薬とか医療の分野で、我々の国民健康保険と、企業が買っているような保険。まあ、各保険をつなげ合わせることによって、僕たちのデータがうまく使われて、例えば病気の予防、病気の治療だったり、もっとせこい話だと健康寿命伸びたり、もっとせこい話だと自分の医療費とかのが安くなったり、そういったところに使えたらいいんじゃないかなと思います。製造業では基本的に自分のデータを製品をする使うときに、どこからか買ってきて何か加工をしてまたそこに出すんですけれど、このチェーンが長くなりすぎると、今使ってる製品のブラックボックスが大きくなりすぎて、
自分たちの保証の範囲が狭くなるというのがあるので、サプライチェーンって複すごく下位のところか上位のところか下位のところまで、お互いにデータが見れるようになっていくと、自分が何やってるか分かりやすくなった、 したりして、で、調達コストが安くなったり、お互いに調達先を選べるようになったりして、自由度が上がって、で、その結果、サプライチェーンのセキュリティも、信頼性も上がるんじゃないかなという気がします。で、金融の話については、次に山本さんが説明してくれるんで飛ばします。で、サイバーセキュリティの話は、お互いにデータを連携し合って、何か怪しい予兆があると、それをお互いに連携することによって、お互いにセキュリティを高められるよねって話になるような気がします。というわけで、いろんな社会問題にデータシェアリングが貢献できると思います。で、このデータシェアリングをするためには、まだ課題が残っているわけです。まずデータシェアリング。こちらのクラウドのデータを、こちらのクラウドのデータが来るときに、ただ送っていいのか。何か課題はないのかというのが問題です。次に、集めたデータをいかに安全に分析するかというのが大事です。ここで AI みたいなものが動いてきて、このデータはもちろん暗号化されているので、ようやくこのテーマの発表題である、このアプリケーションを動かして動かすところ、SaaS、セキュア SaaS の話になるという状態です。あ、なかった。で、問題1の方に関しては、例えばこんな方法がいいんじゃないですかっていう一つの例ですけれど、あ、2分も残ってる。このユーザーが、なんか電子証明をして、クラウドに預けて、で、クラウドが、例えば必要な加工、このデータを加盟化したり、匿名化したりして、ある程度のプライバシー保護をした上で、こっちに渡すと。で、こっちはそれもらったデータに対して、ちゃんと署名の検証が通る形でもらうと。要はデータを加工してるんだけど、なぜか元のデータの署名が検証が通るような形でにすると。で、これによって現行性確保しつつ、プライバシーを保護するということが実現できるんじゃないかなと思っていて、まあ、例えばカメレオン署名なり、セミナリー署名なり、そういった技術と匿名化の技術を組み合わせればできるような気がしますが、まだ研究中なので、これ以上は何もできます。できてもいません。で、2つ目の、その暗号化したまま動かす、AI を動かすという話というのは、ここでは、ソースとして、ヨーロッパのエニサのレポートを参照しています。で、ここでは、その複雑なオペレーションに関しては3つの分類をしていまして、順道系暗号と、マルチパーティーコンピューテーションは、秘密計算、それから TEE というハードウェアベースに近いもの、安全性のもの、3つのものを挙げていまして、それぞれ特徴を述べています。じゃあ、この3つのうちのどれかを選んで、使えば敵は AI が動くんですかっていう話ですが、それが簡単にうまくいかないというのが現実です。例えば、順道系暗号を見てみると、パフォーマンス、性能のところで低いと出ているので、まあ、普通に考えたら、特にちゃんとは動かないし、性能の点で問題がある。じゃあ、性能が良い TEE を選べばいいのかっていうと、今度はセキュリティのところで、別途最大種アタック対策が必要ですと書いてあるので、これで完璧なものではないと。じゃあ、真ん中のマルチパーティーコンピテーションはどうですか、秘密計算どうですかって話ですが、こちらは複数の組織機関を用意する人があったり、それぞれ結託しないっていう欠点があるので、結果的に言うと、セキュリティや処理速度とか、できることとか、過程とかいろいろ考えていくと、すべてを満たす完璧な方式はまだ存在しないというのは現実かなと思います。結果的にはトレードオフがあるので、何かユースケースとかアプリケーションごとに、一つの複数いいものを見つけて、それをうまく組み合わせて、結果的にいいものを作っていく、そういった技術が必要なのかなという気がしております。というわけで、ここまでクエストしました。現状として、日本のデジタル化の話の問題、それから結果的には、ミドルウェアが大事だよねって話をしました。チャレンジとしては、データのリンケージと、それからエンクリプト AI というのは今後大事になってまいります。エンクリプト AI に関して、これから山本さんにお任せしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここからは日立製作所の山本に代わって発表させていただきます。で、私の方からは、実社会の暗号技術の適用事例としまして、AI 開発における暗号技術の適用についてお話しさせていただきます。まず背景としまして、近年、社会課題や業界内課題、社会課題や業界内課題の解決に向けて、複数の組織で連携して、開発を行うという動きが増えております。で、その中で、AI 開発においても同様の流れを組んでおりまして、この図にあるように、AI 開発においても、
複数のデータフォルダから集めたデータを利用して、AI 開発を行うということが行われております。で、まあ、先ほど上がってないですけど、例えばこの金融の、これどこから出てますか？ちょっとわかんないです。なんかよくわかんない。だけですね。ちょっと気になっちゃう。で、まあ、例えば金融分野ですと、複数の証券会社から、まあ、証券の取引データを集めて、例えば不公正な取引を検知するというような AI の開発が行うというような話が、まあ、出ておりますと。で、あ、そうですね。このようにデータ連携を、まあ、加速しているのですが、データ連携を行う際には、プライバシー漏洩のリスクも伴ってしまうので、より、セキュリティやプライバシーに、配慮したシステム設計を行う必要があります。で、AI のセキュリティやプライバシーについては、長い間、まあ、議論がされておりまして、例えば EU においては、SIC Guidelines for Trustworthy AI というガイドラインの中で、7つの要求の要件のうちの一つに、プライバシーとデータガバナンスというのが挙げられておりまして、で国内においては AI 利活用ガイドラインというガイドラインの中で、10の原則のうちの1つに、セキュリティとプライバシーというのがそれぞれ挙げられております。で、まあ、これらを踏まえましても、今後まあ AI 開発を行う上でセキュリティとプライバシーへの、配慮というのがまあ一層必要になってくるというふうに考えられます。で、AI 開発におけるプライバシー問題についてで、まあ先ほど紹介しましたように、まあ、このようにデータを、複数の組織からデータを集めてきて、まあ、開発を行う場合には、このデ、集めたデータの漏洩リスクというのが課題として挙げられます。で、AI 開発においては、プライバシー性能を上げた開発方法として、プレーテッドラーニングと呼ばれる手法が開発されております。で、まあ、日本では連合学習というふうに呼ばれているのですが、まあ、この連合学習では、まあ、まず、各データホルダーは、それぞれ自身の保有するデータを用いて、ローカルに AI のトレーニングを行います。で、その結果得られた、AI の更新に関する情報、これ特徴量というふうに呼んでいるんですが、この特徴量をアップデータに送信します。で、アップデータの方では、各データホルダーから集まった特徴量を集約した後に AI を更新するという流れになります。で、まあ、この集約方法についてなんですけれども、まあ、最も代表的な方法として、フェデーデータベレージングと呼ばれるものがあって、方法としては、各、まあ、この特徴量っていうのが実ベクトルで与えられているんですけども、まあ、この各パラメータごとに平均を取るという、まあ、単純な集約方法が取られていますと。で、これをアップデータの方では、この集約特徴量を用いて、AI を更新するという流れになります。で、この連合学習においては、この各データフォルダーが直接、データを共有する必要がないので、プライバシー性能の高い、AI 開発方法であるというふうに考えられています。で、しかしながら、このフェデレテッドラーニングに対して、モデルインバージョンアタックと呼ばれるプライバシー侵害攻撃が見つかっております。で、まあ、どういう攻撃かというと、まあ、先ほど共有したこの特徴量から、元の学習に用いてたこのデータを復元できますよという攻撃で、で、まあ、これは、アセセット、まあ、ドームが取ってきたものなんですけど、まあ、これを元のデータすると、何でしょう、まあ、特徴量がこのぐらい結構、高精度に復元できましたよというような攻撃が報告されています。まあ、ですので、その連合学習を用いても、まだそのデータ漏洩リスクというのが残ってしまっているという状況です。で、そこで、まあ、これ暗号の話なんですけども、その対策方法として、まあ、プレテッドランニングに対する暗号技術の適用というのが考えられております。でこれはプライバシープリザービングプレテッドランニングと呼ばれていて、まあ、ここは先は PPFL というふうに呼ばせていただきます。で、まあ、この PPFL では、まあ、各データフォルダーは、その AI の更新した特徴量を算出した後に、これを暗号化してアップデータに共有します。で、アップデータ側では、これに対して、暗号化したまま集約を行って、複合して AI を更新するというのが、PPFL の理想的な流れになります。で、まあ、こうすることで、特徴量が外部に漏れないので、先ほどのインバージョンアタックに対して耐性のある方法であることが、まあ、期待されます。
で、具体的にはどういう暗号技術が用いられていますかという話で、まあ、先ほど紹介したように、この、集約のところでは、平均を取るというような、まあ、単純な演算が行われているので、まあ、ちょっと割り算の部分は平分で、行うことを許せば、最低限その暗号化した状態で加算を行うことができれば、この PPFL の、まあ、設計を行う、実現できますと。で、まあ、それで、現在用いられている PPFL の代表的な構成要素として、下方順道キャンゴを用いる方法と、まあ、キーアグリメントというところで、まあ、まあ、鍵を共有するような方法というのが、提案されています。で、まあ、ここで PPFL の、求める要件について一旦整理しておくと、まあ、要件としましては、まず、ここには4つ挙げているんですけども、1つ目は、アップデータが、このデータフォルダの、まあ、データ、生のデータや、特徴量を入手できないということ。で、2つ目としましては、アップデータ側でしか、この集約特徴量は復元できないこと。で、3つ目は、まあ、場面によってその程度は変わるんですけども、通信量や計算量をできる限りで抑えること。で、4つ目が、これが、まあ、フェデレテッドラーニングに特有の要件になってまして、まあ、このフェデレテッドラーニングのプロトコルの途中で、なんか通信が途絶えるなどでデータフォルダーがいなくなってしまった場合でも、アップデーター側で正しくその集約結果を得られますよという性質です。でこれはドロップアウト体制というふうに呼ばれています。まあ、ドロップアウト体制を満たせないとちょっと分かりにくいと思うので、で後ほど、ドロップアウト体制を満たさない例っていうのをシンプルな構成例で説明させていただきます。で、ここから2つシンプルな PPFA の構成例を紹介します。で、まあ、紹介しまして、まあ、それらが先ほどの4つのリクエイメント全ては満たしていないよということをちょっと見ていきます。で、1つ目は単純に下方順道キャンゴを適用した場合の方法で、まあ、各データフォルダは特徴量を暗号化した後に、まあ、アップデータに送信します。で、アップデータ側では下方順道結成を用いて加算を行って、で、この、加算を行った結果を複合して、これで AI を更新するという流れになります。で、まあ、これによって、特徴量は暗号化して送られているので、外部からの攻撃というのは防ぐことができるのですが、もしアップデーターの方が悪意を持ってしまった場合に、まあ、簡単にその個々の特徴量を、この鍵を用いて複合できてしまうので、先ほどそのアップデーターが特徴量、個々の特徴量を見れないよという要件を、この方法だと達成できておりません。で、まあ、この、まあ、過去時の気持ち、単純な構成はそういう方法になります。で、次にドロップアウト体制を満たさない構成例で、まあ、こちらの構成は大きく2ステップからなっておりまして、まず、ステップ1では各データホルダーが、それぞれの間で鍵を、ランスを交換します。共有します。例えば A と B の間では RAB、BC の間で RBC、AC の間で RAC というランスを共有しますと。で、暗号化、ステップ2では暗号化で、特徴量に対して先ほど共有したランスでマスクをします。で、これをまあ暗号文としてアップデータに送って、アップデータの方ではこれらを加算を行うことで、ランスがまあ相殺されて、結果的に集約された特徴量を入手できるという、まあ、構成になっています。で、まあ、これで特徴量は、その各データフォルダの特徴量は乱数でマスクされているので、まあ、乱数が漏れない限り特徴量のプライバシーというのは保護されていますと。で、しかしながら、もしこのステップ2の途中で、データフォルダ C の通信が途絶えてしまった場合を考えると、アップデータに渡る情報というのはこの2つになるので、これに対して加算を行うと、それ乱数情報がそのまま残ってしまいます。ので、結果としてそのアップデーター側で、正しい集約量、集約特徴というのが得られなくなってしまいますと。で、このように、プロトコルの途中でユーザーとデータフォルダーが脱落した場合に、正しい集約特徴量が得られなくなるということをドロップアウト体制がないというふうに、呼んでいます。で、実際にその先ほどの4つのリクワイアメントを満たす PPFL として、現在、大まかに2つの方法がありまして、1つは、Google に提案されている、キーアグリメントと、鍵合意プロトコルと、秘密分散を組み合わせた方法。
で、もう一つは NICT が提案されている、下方純度キャンゴを用いた方法になっています。で、まあ、この表に挙げているのが、Google の提案している方式のプロトコルなのですが、まあ、この Google の方式は、基本的にさっき、見せたあの乱数を共有してマスクするという方式なんですけど、まあ、そこに、秘密分散を組み合わせて、ドロップアウトに耐性をつけて、なおかつ署名などもつけて、もしサーバーアップデーターが、アクティブなアドバサリーである場合にも、安全ですよということを証明しています。で、まあ、その高いセキュリプライバシー体制が起こっているんですけども、まあ、見てわかる通り、まあ、かなり複雑なプロトコルになっていて、その計算量と通信量の増大というのが今課題として、懸念されていますという状況です。で、ここで課題ですね、その PPFA の課題についてで、はい、その暗号技術を適用するので、計算量と通信量の増大が課題としてあります。で、まあ、例えば Google の方式ですと、ユーザー間で鍵を共有する必要があるのと、あと秘密分散の際にシェアをユーザー数分生成する必要があるので、まあ、ユーザー数に比例して、ユーザー数に依存して、計算量と通信量が増えていってしまいますというのが懸念としてあります。で、これに対して、下方純度キャンゴを用いる方法ですと、この AI のパラメータの数分、暗複合処理というのを行う必要があるんですけど、そのパラメータというのが、大体実用的なモデルだと数百万とかあるので、まあ、それに全てになんか、暗複合とか繰り返していると、計算量が大幅に増大してしまいますねというのが、課題としてあります。で、まあ、ここから日立のちょっとお話なんですけど、日立においても、まあ、この PPFA の設計というのを考えておりまして、で、まあ、日立においてはこういう、ビジネス的な観点も含めて、第三者機関として、アグリゲーターをまあ真ん中に入れるような設計を現在今考えております。で、全体の流れとしましては、データホルダーがまあ特徴量を暗号化して、まあ、二重に暗号化してアグリゲーターに送りますと。アグリゲーター側では集約した後に複合を行って、これをアップデーターに送ります。で、アップデーター側ではこれを複合して、まあ、更新をするという、まあ、シンプルな設計になっております。で、実際にこの構成の場合に、まあ、どのぐらい計算量が、オーバーヘッドが発生するのかというのを、まあ、デモを行って検証しましたというのが、このスライドの話で、まあ、デモを行う際には、下方純度キャンゴ方式として、まあ、楕円エルガンマ団子を用いておりまして、まあ、用いております。で、あとその実際に、その楕円上で扱うためには、もともとその実数値で与えられている特徴量を楕円曲線上の点に変換する必要があるので、まあ、そこの変換処理に関しては、今回は、特徴量をまず16ビットに丸めた後に、楕円曲線上の点と、その実数値の対応表というのを、まあ、あらかじめも作っておいて、でこれで楕円曲線上の点に変換するという方法をとっています。で、あとは、ちょっとした工夫なんですけど、まあ、ディティブリホームフェックエンクリプションウィザーダブルディクリプション、ダブルディクリプションメカニズムという、を用いていまして、まあ、単純に、図だけ見るとその2回暗号化しているように見えるんですけども、まあ、実際は、暗号化の計算は1回だけ行えばいいよということで、まあ、そういう方式を使って少し、データホルダー側の暗号化の負担を、まあ、軽減した設計としています。で実際これで実験を行ってみたところ、まあ、通常のフェデレティッドランニングだと、710秒ぐらいかかっていたところが、今回の設計で、まあ、こういう条件の中で実験したところ、まあ、大体1966秒ということで、大体その暗号処理を入れることによるオーバーヘッドが20分程度ということはまあ分かりました。で、まあ、このオーバーヘッドっていうのが、まあ、このモデルのパラメータ数、今回はその6万程度のパラメータを持つモデルを使っているんですけど、このパラメータに比例して増大してしまうので、まあ、よりその実用においては大きなモデルなどを使う際には、このプロセスタイムというのが、ボトルネックになってしまうと考えられます。ので、まあ、ここから何かその高速にする方法はないかなということで、まあ、私たちちょっと考えてみましたというのが、この先の話になります。で、まあ、今その暗号、パラメータ暗号化するときには全てのパラメータを暗号化しているんですけども、
本当にそのプライバシーを確保するために、先ほどの画像復元するような攻撃を防ぐためには、すべて暗号化する必要があるんですかというところに今着目しました。で、まあ、この下のようにまあ一部を暗号化するだけでも、その復元する攻撃というのは防げるんじゃないのかというところをまあ考えてみました。で、まあ、そのここはまあ暗号の理論の話からすごく大きく添えるんですけど、実際に実験を行って、プライバシーを、保護性能について評価してみたので、その部分を紹介させていただきます。で、まあ、目的としましては、その、さっきのパラメータ全部を暗号化するんじゃなくて、一部を暗号化することで、まあ、どのぐらいプライバシーが落ちますかというところを測定するところにです。はい。で、実験の詳細としましては、今回は LENET5 と呼ばれる割と軽量なモデルを用いておりまして、まあ、この構成としては、5層からなっていて、それぞれのパラメータ数というのはこういうふうになっています。で、まあ、例えば3層目、が一番パラメータが多くて、大体全体の 78% が3層目に集まっています。というようなモデルです。で、まあ、データセットは MNIST と CFR10 と呼ばれる、割と形状のよく用いられる実験に用いられるデータセットを用いていて、で評価方法としましては、まあ、この各層ごとに暗号化して、特徴、1層目の特徴量を暗号化する方法と、2層目のみ、3層目のみ、4層目のみ、暗号化する4つのパターンで、実験を行っています。で、安全性の評価方法は、先ほどのモデリングバージョンアタックの中でも、特にディープリーケージと呼ばれる、アタック方法を用いて、実際に復元可能かどうかという点で、安全かどうかというのを、判断しております。はい、で、これが、実際に、デモ、今回の、開発で、作成したデモになっています。まあ、こういうふうに、MNIST のデータが今与えられておりまして、まあ、ここから特徴量を抜き出してきて、この特徴量を用いて今、アタックしているという状況です。でアタック方法としましては、先ほど最初に乱数画像を用意しておいて、乱数ノイズの乗った画像を用意しておいて、まあ、そこに、この右上に300回ぐらい、画像更新を繰り返していくという攻撃になります。で、まあ、今回は、これは、暗号をしていない場合のパターンです。暗号して特徴量を暗号化しない場合には、まあ、これ今、実際の実測値なので、このぐらいの時間で複合されてしまうというふうになります。で、まあ、こちらのデモガイドですね、1層目と2層目を暗号化しましたという、エルガマ暗号で暗号化しましたという方法で、で、まあ、このように特徴量を1層目と2層目を暗号化した場合には、ちょっと遅いんで先言っちゃいますけど、まあ複合が、結果として複合されませんでしたというふうになっています。で、まあ、こういうふうに複合されたかされてないかっていうのは、もう目視で判断してるんですけど、それで評価を行った結果が、こちらになります。で、まあ、もちろん、暗号化されていない場合っていうのは、こういうふうに、復元されてしまうという結果で、でこれと同様に3層目のみ、4層目のみを、暗号化した場合も、同様に復元されることが確認されました。で、最もその、プライバシー保護に有効に働いたのは2層目を隠した場合で、2層目を隠した場合はもう面影すら出てこない、もう完全にランダムなノイズが乗ったまま、ノイズの画像となっていて、まあ、2層目を隠した場合にはプライバシー性能が保たれているということはもう確認できました。で、1層目を隠した場合については、まあ、一見、ちょっとランダムのように見えるんですけど、ここにちょっとうっすら、何でしょう、3の輪郭が浮き出ているので、まあ、なんか他の画像で試した場合にも大体なんか同じ傾向が出ていたので、1層目を隠すという方法だと、ちょっと情報が漏れちゃってるような結果になりました。ということで、まあ、この実験結果から、まあ、今回のモデルとデータセットを使用した場合には、2層目を隠すという方法が、まあ、プライバシーをもうあまり落としていないというふうに考えられて、で実際その2層目のみを暗号化すると、その2層目っていうのは全体のパラメータ数の 4% 程度なので、2層目のみを隠すということにすると、先ほどの暗号のオーバーヘッドっていうのは約 96% カットできますねというような、まあ、実験結果になっています。はい、で、まあ、最後に結論、コンクルージョンで、まず PPFL の設計において、その計算量と通信量の増大が課題としてありました。で、私たちは、その中で、全体を暗号化するんじゃなくて、部分暗号化で
プライバシーは保たれるんじゃないかというところを実験で評価しまして、結果として2層目を暗号化することで、プライバシーが保たれますね。保たれます、ちょっと怪しいんですけど、実験的にはプライバシーが保たれてますねということで、結論が出まして、で実際に2層目暗号化することによって、全体暗号化する場合に比べて約 96% 計算量がカットできますねという結果になりました。で、まあ、今後の課題としましては、まあ、今回の実験結果というのは特定のモデルの特定のデータセットに対する結果なので、実際にはそのもっとその汎用的に使える評価方法という評価方法とかどこを隠せばいいという、もう少し汎用的なアルゴリズムを作れればいいなというふうに考えております。であとは、まあ、そもそもとして、その PPFA での、 あの要件を満たすような、PPFA 要件にフィットした何かその暗号のスキームを考えることで、もっと効率化は望めないかなというところが、考えているところです、はい。で、発表は以上になります。ありがとうございました。ご講演ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。質疑を、質問コメント等がある方は挙手をお願いします。質問は Q&A に書き込んでください。で、もうすでにちょっと Q&A に質問が来ているので、それを、まず一つ目が、サイドチャンネル攻撃は PEE だけではなく、振動系暗号でも MPC でも存在するのではないでしょうか。そうですね、サイドチャンネル攻撃の方は、今回、自分たちの研究の対象には入っていなかったので、でも確かに。何に対する質問ですかね。確か、吉野さんの、対話の質問に対して、はい。はいはい、そうですねっていう話で、ただ、TE って中で、平文に複合して処理をしているので、ちょっと暗号を見るのダイレクトになんか見えたら、したら怖いなっていう話があって、はい。逆に純度系暗号とかで最初にわたって関係するんですね。すみません、知りませんでした。はい。はい。で2つ目もあって、確かこれはスライド多分33枚目ぐらいだったと思うんですが、平均演算は過換演算であるため、アップデータが更新がなくなるまで繰り返すといった実装だった場合、デタラメな値を MIM 攻撃で投げつけられた場合、問題なく修復してしまいます。アップデータでは署名検証などを実施しているのでしょうか。なんかその辺で、言わんとやるとして出てきたら。この、まあ、デタラメなデータを書き換えたときに検証をどうするのかというのは、まあ、問題として挙がってまして、まあ、平文の場合、まあ、まず平文の場合でしたら実際どうするのかという話が今あって、まあ、それに関してもいろいろ研究はされてて、されてはいるんですけど、そうですね、実際それも今研究段階ですというところで、不正なデータを検知しますかというところは、はい、研究段階ですというところで、でなおかつ今回その仮想中の暗号を用いているので、なおさらその計算上の制約というかできることも限られちゃうので、平文で何かそのいい対策ができても、それをそのこういう仮想中の暗号の形式にしちゃうと、同じその偽データの検知方法が行えないとかっていう問題は起こり得るかなというのは今考えているところで、まあ、まずそもそも平文の状態でどう怪しいデータを検知しますかというところもまだ発達段階なので、ちょっと今回の検証ではそこは取り入れて、設計ではまだ取り入れていないです。そうです。はい、ではちょっと一旦現地の方の質問を、はい、あ、電気通信大学の田辺です。ありがとうございました。吉野さんにちょっと質問なんですけれども、先ほどご紹介もありがとうございました。ありがとうございます。それはそうで、渡辺は、私は、検索の暗号を結構研究していて、で、明日もそれを発表するんですけれども、で、特にお聞きしたいのが、実際そのタービン化とか低頻化とかそういうのに、こう、近い距離で 見てらっしゃる吉野さんで、かつ理論研究もある程度ちゃんと追ってらっしゃって、両方見てらっしゃると思うんですけど、
その中でこういわゆるそっちのこう製品化のサービスとかサービスとかを見てきてるからこそ、なんかこういうことを研究しろよっていう、なんかそのアカデミア界隈だとどうしてもそのなんかこうこういう機能があったらいいよねとか、そういうシングルキーワードサーチばっかりにこう単純な検索機能だけにこう特化して、そして研究はだいぶ進んでいけるんですけど、いやでも実際に使おうと思ったらこういうことを考えなきゃいけないから、こういう研究ってやらないのかなとかって、そういうのってなんかあったりしますか？ですね、マルチパー、パルチパーティーではない、結局その検索可能暗号って鍵を持ってる人が、クエリーをする人が秘密鍵を持っているので、この秘密鍵をなくしたらどうしよう問題っていうのがどうしても発生しちゃうんですよね。なんで、例えば共通鍵ベースだったら鍵を1人がなくしたら、そのアプリを使っている100万人全員がに迷惑をかけるって話になって、100万人全員の鍵を更新しなきゃいけないっていう大事件になるじゃないですか。なんで現実問題、そのシングルベース、共通鍵ベースだと、かなりユーザー数が限定される、規模が限定される。で公開鍵だったらいいかというと、データ登録は公開鍵だから別にいいんですけど、クエリーを打つ人は結局秘密鍵を持たなきゃいけないので、でこの鍵がもしかしたらユーザーごとに限定されるかもしれないから、それはやっぱり、どこかから渡ってしまうと、それは別の権限で使えてしまうことになるので、よくない。なので、鍵の執行とか鍵の更新、そういったものが非常に大事にな大事なのになと思って、僕は研究をしています。すみません。ありがとうございます。スケーラビリティ。そういうの気にした。そうですね、スケーラビリティですね。はい、ありがとうございます。他に、はい。あ、発表ありがとうございます。株式会社バイオリティの方です。僕の前に上さんからいただいているので、我に読み上げていると思いますけれども、連合学習に20分から30分かかるということですが、これでは業務要件を満たさないので短い時間にしたいということでしょうか？あ、いえ、どのぐらいの時間で連合学習を行わなきゃいけないかっていうのは、本当にそのシチュエーションによって全然変わってくると思っていて、はい、で、まあ、今その改善したいって言ったのは、今6万ぐらいのパラメータで20分のオーバーヘッドだったので、まあ、普通に単純に600万のモデル使うと単純計算でなんか2000分かかっちゃうねと、まあ、なんかその一個一個のパラメータを暗号化してるので単純にそのぐらい倍増しちゃいますというのがあって、まあ、だから例えば600万ぐらいのモデルを使うユースケースでなんか1時間以内してくださいって言われると、まあ、改善するしかないよねってなっちゃうので、まあ、単純にそういう現実いろんな場所に適用を考えたときにまだちょっとその現実出せるような時間じゃないなっていう意味で改善したいと。はい。もう一つありますね。安全性の観点で部分暗号というのは不安な気がします。終わってしまいました。はい。コメントですかね。多分、はい。そう。ちょっと後で回答していただけるといいな。はい。この質問なんですけど、モデリングバージョンしてくるのは誰ですか？今回は、まあ、プレーターが一番強いのは、プレーターを敵対者として。プレーターは信用できないから、相手がモデルインバージョンしてくるかもしれないっていう設定なんですね。はい、で、だから、まあ、全動機暗号で守ろうみたいな話はあると思うんですけど、はい、モデルインバージョンって、基本的にそのモデルのコンフィデンスから求まるものなんじゃないかなと思ってるんですけど、つまり、はい、コンフィデンスが高くなるような入力を探索するっていうのが一番多分ベーシックなモデルインバージョンのアプローチで、はい、そうなるとパラメータが暗号化されているとかされていないとか、部分的に暗号化されているっていうのは多分あまり関係なくて、はい、コンフィデンスが生の値で得られた時点で多分攻撃は成立すると思うんですけど、あ、はい、あ、ちょっとその語弊がありまして、今回モデルインバージョンアタックって使っちゃってるんですけど、はい、ちょっとその従来のこのモデルコンフィデンスから推測するというモデルインバージョンとは違っていて、この方式は、購買情報ですね。画像を入れたときに今どのぐらい更新しますという購買情報が出てくると思うんですけど、その購買情報から画像を復元するという攻撃で、ちょっと同じ言葉を使っちゃっているので混乱させたと思うんですけど、ちょっとそのニュアンスが違う攻撃となっています。はい。はい。パーフェクト。あ、興味深い発表ありがとうございました。で、サントスさん、失礼です。
まあ、ちょっと関連する質問ですけれども、この、インバージョンアタックでちょっとよくわからないですけれども、なんていうかな、攻撃者の目的って何ですか？攻撃者の目的。そうですね、ちょっと、目的、支援者の目的。そうですね。あまり、確かに目的っていう部分の、まあ、議論は、いなくて、まあ、ただ単にそのこういうリスクが今出てきたからなんか対策しよう、なんか考えてみようっていうぐらいのなんかこういうリスクがあるっていうのを知られてると、その実際に実用に出すときに向こうで何でしょう、こういうなんか攻撃あるらしいけど大丈夫なのとかって言われたりするので、まあ、それに対するなんか対策技術として今、考えてみましたというところで、実際に実用する場合にアタッカーにこの攻撃するメリットがあるのかというところは、あまり議論は進めれてないなという思っています。はい。はい。他に、質問とコメントとございますでしょうか。ご応援ありがとうございます。NBC の杉田人。いや、本当の人。下に今この図にあるようなきれいな状況みたいな、まあ、いうふうな中に変化というと、その複数 の, そのデータ、これが同じそのモデルをトレーニングしていて、でアップデータも同じモデルを使うっていう、そういったなんか状況で現実的にあるの、結構企業によってなんかモデルがちゃんといたりとか、はい、学習したい、その学の対象がいたりとかっていう状況に的にありえるかなと、何か検討されているんです。そうですね、これだと、まあ、実際に行われたっていう話じゃないんですけど、そのさっき最初の方に証券会社の例とかですと、まあまあ、各データホルダーというのは各証券会社に今立っていて、まあ、アップデータというのがその JPX という証券会社を取り締まっている機関じゃないか、取り締まっているか、一応上の機関があって、その JPX が何かそのアクションを起こしたいなみたいなのと、そういう不正検知したいなってなったときに、まあ、どこからデータ集めてくるのってなると、まあ、各証券会社が集めてきて、JPX で何か作りますみたいなことがあるかなというのを考えてて、で、まあ、その場合は、逆にその作りたい人は JPX で、JPX としてはその作ったものを、まあでしょう、まあ、この参加しているデータ、証券会社もですけど、それ以外の証券会社にもなんかアンカーで買ってあげたりとか、っていうので、なんか証券会社全体のセキュリティレベルを上げていくというような、そういう使われ方はするのかなというのが一つの、事例としては考えています。なるほど、ありがとうございます。はい、他に質問、コメントとありますでしょうか。はい。酸素系の花を貸して、いろいろ勉強になりましたと思います。教えていただきたいんですけれども、途中でこう、こういう安全な PPFL をやる、主流の方法が外共有を使う方法と、あれですね、過去順応系を使う方法があるということで、加工純増キャンゴを使うのは非常によくわかるんですけど、海共有を使うというのは、はい、どういう使い方ですか？設計チャンネルを作るだけだったら非常に一般的で、なんかそれを特に特出しする必要はあんまりないと思ったので、なんかちゃんと使い方をしているのかなと思ったんですけど、はい、教えていただけたらと思います。この、海共有使った、秘密部さん使っている理由としては、このドロップアウトっていう、説明したものの、このを防ぐために使っていて、例えばその、ABC でなんかその乱数情報をなんか鍵で共有しておけば、もう3人中2人いれば復元できますという状況にしておけば、 C さんが途中でいなくなったとしても RAC と RBC は A さんと B さんが持っているシェアで復元できますよねっていう状況を作りたくて、秘密部さんを使っております。あ、じゃあ、ここで言うキーアグリメントというのはこのあれですね、分散編を共有するとか、まあ、そのなんか、はい、それをこうちょっと ABCアップデートを返さずに ABC で、やり取りするために使っているので、キーアグリメントの方はそうですね。キーアグリメントの方は、はい、ナスを共有するために使っているので、共有できれば別に他の方法でも。そうですね。簡単によくわかりました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、それじゃあ、時間になってきましたので、2つ目の講演、ここで終了したいと思います。ありがとうございました。